前回までの土の中、花壇がさら地にされました。園芸部が成立しましたけど、一人はぶられてました。女の子二人で踊って人気を集めました。世間では株が流行っているそうです。なんでだよ。いやあ、節約ケースだよ。第3回になりました。今回土の中、今回はね、まあ前回で反省した通りを今回も引き継ぎつつも、今回はちょっと冒頭はね、この友達を呼ぶっていうんで、とりあえず一人ずつちょっと会話してから始めたいと思います。まずはモモチプロ、お前じゃあモモチプロ、モモちゃんを呼びました。モモちゃんはいつも元気そうでいいね。元気そうじゃなくないよ。元気だよ。それもそっか。てへぴろ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 。おお、この何気のない会話がね、俺の癒しになってくれる。次、友達を呼ぶ。じゃあお前だ。ちょうどここにも出てきたけど、お前だ。ミドルネーム。ミドルネームを呼びました。ナナイくんの首からかけてるそのネックレスって、ああ、これは出土品だよ。よう見たら本当にネックレスつけとるし、お前。そうなんだ、太古の大昔にこれつけて儀式やってましたみたいなやつつけとんな、お前。西地区の川原から掘り当てたんだ。気に入ってるんだけど、どう思う？そんな私に振らんといてくださいよ。そんな分かるわけないじゃないですか。どう思うとか、それ透き通る人と好みやお前。透き通る人がこれが好みで透き通んだったらそれでいいやろ、お前。私に意見せんといてくれ。そうだな、適当に色が綺麗だねとか言うとか、色が綺麗だねとでも言うときもとりあえずありがとうって言ってくれるだ、お前。色が綺麗だね、輝いてる。な、何を知った風な口を。荒削りだけど確かに輝いてる。それ宝石でできてるんでしょ。そうなの。翡翠っていう石でできてるんだ。確かに質がいいものは宝石と呼べることもあるかな。あとるし。なんか秘宝なわす、お前詳しいな、お前。やっぱりな。へえ、桜井にもわかるんだ。七井くんは微笑みながらうっとりとマガタマを見つめた。その顔を見ていると花が咲くたびににやけてるよって、モーちゃんや木村くんに言われてることを思い出した。そしてもっと嬉しくなるんだ。そうやってわからないはずの私の気持ちを分かってくれるから。太古の昔、人が願いをかけて作ったマガタマ。あれ、俺さっきなんて呼んどったっけ。なかなか神秘的だ。神でもない俺が持ってるのもおかしな話だけどね。一体どんな願いが込められてるんだろうね。魔除けとか諸説あるけど、俺なら明日も晴れろって願う。どうして。園芸部が花を大事に思うのは当然だろ。お前なんか園芸部のためのことを思い始めとんじゃん、お前。なんかお前いいやつやな。ごめんな、なんかお前を園芸部とは認めんって思って。でもさ、だからってさ、初日にやったさらちにやったやつは忘れんからな、お前。結局ところ部員とは認めんからな、お前。最初は七井くんのことを漠然と物好きな男の子だと思っていたけど、どうして出土品に魅了されたのかだんだんと分かってきた。そして七井くんの方も私のことを理解してくれようとしてるんだと思う。ちょっとミドルネームのいいところが見えた気がする。よし、次お前、じゃあキムニー、お前。木村くんを呼びました。何が用か。木村くんとお話ししたいなと思って。って言うたら、ね、ちょっと仲良くなりたいとか付き合いたいとかそういう感じで思われるからちょっと嫌なんだけど、互いなことは知ろう。一応そんな約束もしたしね。用もないのに話しかけてくるなんてさぞ寂しかったことだろう。かわいいやつめ、
さあ、俺の胸に飛び込んでこい。木村君は両手を広げて立ちはだかった。わあ、セクハラだお前は。な、何言ってるの。みんな見てるよ。校舎の窓から見ている生徒たちを見上げると、みんな楽しそうに見ているのはどうしてだ。みんなその他人の恋愛事情とかにはさ、すごい口を突っ込んでくるタイプのみんななんやな、お前。LINE のグループとか作ってさ、ねえねえ、さとみはあの人、あの子好きなんでしょみたいな感じのやりとりしたんだろ。さとみお前、さとみお前、さとみってキャラクター全然出てないけど、さとみお前、見てんじゃねえよ、殺されてんのか。木村くんが大声で一括すると、生徒たちはさっと奥に引いていった。恐るべし番長、私まで怖いよ。これで邪魔者はいないぜ。おいでヒボボタモス、ラブラブタイプの邪魔者だって上等な奴らだな。さ、続きをしようか。わあ、キムニー、お前ちょっといやらしい奴だな、お前。女の子は敵だぞ、お前。俺が守ってやるぞ、お前。あー、最後の最後でヒポポタモスが諦めたようなに、もう好きにしなさいよみたいな感じで諦めたような顔をしていた。それもちょっと嫌らしいな。さあ次だ、最後、このゲームの中の核弾頭とも言える俺のことを選びます。笹田圭介を呼びました。来た、核弾頭、核弾頭来た。このゲームの核弾頭が、俺の実況動画を見ろ。見てるかがここにいるんでしょう。なんか、俺と作者の夜空さんとのいつもの会話のような感じがした。なんか、最近よくこんな会話しようなって思い始めてきた。次の日、めっちゃ虫湧いてる今。ちょっと今、ちょっとすごい虫湧いてたような気がする。処理してなかったげんか。さっきの日で処理してなかったげんかな。ちょっと切なきえすけくん、課題が大変なことになってない？それ、俺も思った。虫がすごいことに。この前の裏フレッシュのせいかな。ものすごく臭かったから、虫が誘引でいいかな、誘引されてきたのかも。とんな災難だ。花壇の植物も食い尽くされて跡形もなくなってるよ。あーええおいおいの百人一層消えたんじゃないか。あと、ももちゃんが楽しみしとった株も壊れたんか。何か嫌なことがあったら絶対酒持ってこさせる。今日中に全部駆除しないと。花壇の栄養価が下がるから気をつけないと。切なケースだけでは来たらず、私も切ない顔で一日過ごす雨になった。ごめんな、おいの切ない成分ちょっと分けてあげてしまったらしいわ。多分おいの周りにおる人はみんな切ない成分がどんどん高まっていくからね。おいと一緒にいるときは危険だよ。わ、めっちゃ虫だらけやの。虫しかおらんねないかお前。昆虫ふれあい公園みたいになったらねえかお前。昆虫ふれあい公園ってなんだろうなって話やけど。くじょ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 今日やくじょ今日やチャンピオンくじょ今日やチャンピオンくじょくじょくじょ削除削除削除。後半デスノートみたいなことになってる。よしよしじゃないな、全然よしじゃないけど。わ、新しく上なあかんし、その上、あ、ワイドスロビーだったわ、そういや。よかったラストサムライなら ラストストロベリーになってるわ、お前。よかった。種持ってこなあかんね。じゃあ今回この日はちょっと種見ない。招集招集収集活動じゃお前。あれ、収集活動ってこれだったんか。あれ、こんな感じだったっけ。誰か選んで収集してもらうとかじゃなかったっけ。ちゃうんかな。あれ、どんなやん。もうちょっと前回のこと覚えないけど、お前。いや、手伝ってくれてありがとうね、七井くん。なーに、園芸部員としては当然のことをしてるだけでよ。お前、園芸部員と俺が認めてないのによく自分で自称園芸部員って名乗れるな、お前。まだ忘れてないからな、さらちにしたこと。お前どうしてだろう、七井くんが何の見返りもなく手伝いをしてくれるのが怖いのは。
その笑顔の裏に何かが隠れているような気がしてしまうのは、何か望みがあるの？なんでそんなことを聞くの？ううん、なんでもない。私のバカ、ナライ君に失礼なことを聞いてしまった。ナライ君は本当にいい人だって一番知ってるのは私じゃないか。それなのに疑うなんて、霊国以外の何者でもない。霊国は言い過ぎちゃうかな。見てみたいな、神よ。神？太古の人間が祈りを捧げ、信仰し、恐れた存在。神、それが見たい。叶えてくれる？ヒポポタモスの顔。いや、そういう反応が正しいわ、お前。何、神？え、神？何なの？え？最近宗教にどっぷりハマってる？やめといた方がいいよ。できないでしょ。くだらないことを聞かないで、さっさと採集するよ。俺の気が変わらないうちに。何がくだらないことだよ。お前が神の話し始めるけど、こんな話になってきたの、お前。何、自分のことをほっぽり出して。でもポピーを集めてくれてありがとうね、ナナイ君。君は部員じゃない人間から見習い部員に昇格だ。さて、他にも収集してもらおう。収集してもらおう。ワイドストロベリー。あ、誰か部員召集でこれ読んだら頼み事してもらえる感じなんじゃ。じゃあ収集活動、こっちで収集活動を俺にしてもらう。でだ、モジャにもしてもらうか、収集活動ね。モちゃんごめんな、虫退治せんかったせいで。モちゃんが持ってきてくれた株ちょっと加えてしまったわ。いいよ、私そんなの気にしないよ。そうか、よかった。オッケー。ちょっとスタミナがなくなる前にアンズだけで回復しとこう。よし、でもってだ、もう部員をさ、フル活用する。部員をフル活用する。収集活動、お前も頼むわ。キムにヒーパポダマスの頼みら、仕方ねえな。適当なもん持ってきたら殴るからな。で、お前はネクタイ労働じゃん、お前。お前それが好きなんだろうが、発掘してこい。お前ちゃんと発掘しろ。発掘作業って何が起こるの？まだ一回もやったことないけど。おいに命令するなって。ふん、任せときな。おい、見習い部員のくせしてなんだその態度は。お前降格するぞ。お前降格してやろうか。お前この部の部長はね、このヒポポタマスだぞ。お前だからヒポポタマスが命じてたものは絶対なんぞ。お前よし、ねー、あとは、そうやな、持ってる種もあいとこ。ワイドストロベリー。と、ポピー。ちなみにここは俺の持ってきた偉大なるセンスある種のために残したことかな、ここの真ん中らへんのスペースは。だからここね。偉大なる種を持ってくるからな、俺は毎度毎度。過去2回実績があるからな。じゃあどうしようかな、と。あとは収集活動でファン上げていきましょう。あ、収集活動間違えた。人気集めだ、俺言うたんは。まあいいや、収集活動でまた出てきたけど種が、あ、そうか、3つまでしか植えれんのよな、これ。人気集めで俺が言いたいんは、人気集め。ダンスだ、ダンスだ、踊れ踊れ。あ、どうした？見て見て、ヒポポタモスちゃん YouTube に振り付け動画落ちてるよ。本当だ。あれ、次の再生リストのとこになんか見覚えのある顔が。あれあれで、これってもしかして、で、これ私だ。お前、セクスナケースから出てくるなと思ったらお前ってことは、これってセクスナケースのエンゲージ実況どこじゃん。へえ、結構登録者いるんだね。わ、俺だった、結局俺だったんだ。そっか、ラフレーションの回動画関連動画に出てきたか。いや、刹那圭介だよ。お前、その、毎度毎度その登場の仕方するやんな。よっ、ちょうど噂をすれば、刹那圭介くんがやってきた。そうだぞ。俺は地獄耳なんだよ。ねえねえ、演芸になって実況したい
メだよ。ももちゃんを実況するときは華麗なあえぎ声の時のあえぎ声の実況をしたいな俺は。そうすればエンゲームの人気も上がるかもよ。うん、考えとく。水着になるなら考えとく。クローガのダンスを実況してほしいの？いいけど、ダンスに実況も何もなくない？演芸だって実況も何もないけどね。ねえねえ頼むよ、ここは一つ私も有名人になりたいじゃんよ。バカヤー、ゲーム実況は有名になるためにやるんじゃないんだよ。ゲーム実況はな、ゲームが好きでそれをみんなに伝えたくてやるんだよ。そんなババアみたいな頼まれ方してられたんじゃしょうがないな。いいぜ、撮影するから踊ってみて。はい、撮影完了。あとは自宅で声を入れて YouTube にアップするから楽しみにしてくれよな。反響があったら教えてね。ファンレターは下駄箱に。その後、低評価が5個つきました。なぜだろう。どうした？おはよう、刹那圭介くん。また切ない顔しているね。実況で何かあったの？これももちゃんの動画のやつじゃ。多分ももちゃんの動画の反響が返ってきたんだよ。これどんな感じなんだろう。あとももちゃん、お前そのイチゴどこで食いよん？どっか仕切れたイチゴ食いよん？これ園芸、今園芸部にイチゴは1個もなかったはずなのに、お前どこのイチゴ食ってその口赤なと思う？お前切ない顔って誰だよ。なんだよ、人の名前をもじるな。もしかしてこの前の私の動画の再生数が爆発しちゃって通知が鳴りやまないとか。自信満々だなお前。確かにクロガのダンス動画の再生数は高かった。しかし残念なことが起こってしまった。もしかしてコメントで嫌なことを言われたとか。ダンス実況って意味不明だもんなそうなんだ、コメント欄がクロガのダンス動画を投稿した途端野郎ばっかりになっちまったんだ。視聴者の層も野郎ばっかりに。あー、確かにももちゃんは可愛い。顔もなんとなく幼いし、制服を着て踊っている人形はさながらお人形さんのようだった。歌って踊れるロリ顔なんて格好の男性向けコンテンツだろう。見てくれよコメント欄、野郎コメントがいっぱいじゃあ。これは可愛い VTuber にと貼るレベルなんだろうな。ピチピチギャルがどさがっていく。うわあ、こんなはずでは。それは一大事や。俺の刹那圭介の実況動画の8割ぐらいは女の子であってほしい。そういう願望はあるからな。ウケる。めっちゃウケてるやん。ももちゃんめっちゃウケてる。あ、でもここ見てよ。園芸実況の園芸動画の実況の時に登録してくれたお年寄りのコメントもついてるみたい。マグロの顔を見てるようで和むのだってさ。動画の声がちかちか見てくれてるんだね。めっちゃ受けてるよお前ら。すっごい声で受けてるお前。はっ、この調子でそうは広げていけばいつかものすごい人気者になるのでは。須田圭介君には視聴者を逃さないポテンシャルがあるのかも。でも俺はやっぱ女性第一なんじゃ。レディーファーストやな。もう多分 YouTube 界のレディーファースト。 YouTube 界のレディーファーストだ。あ、そうかそうか、部員招集で3人持ってくれるんやな。ミドルネーム以外の3人が持ってくれるから。あ、ももちゃんがまず。ほい。あ、あれ、ももちゃん、え、お前もしかしてポピー食いたいのお前。え、ポピー食いたいのお前。ポピー食えるかな。ああ、ネットで調理法とか調べとかなあかんな。うん、はいよ。それ植えるもんじゃないだ。それ植えるもんじゃないだお前。発掘作業とか、発掘作業やけん。似てた、それ渡されてどんな顔して受け取ればいいんだ俺は。どんな顔をして受け取ればいい。何に使えばいいんそれ。ほらよ、101度。お、お前もいいもん持ってくるでないかお前。やるでないかお前。
副部長にしてやろうか、俺の権限で。これが欲しかったんだろう。なんで俺いつもこんないやらしい言い方するの。これがいいんじゃろうみたいな。なんで俺いつもこんないやらしい言い方するの。ああ、俺が株、俺のところにも株ブーム来た。ああ、俺のところにも株ブーム来たじゃないかお前。わあ、おい、前回と前々回いいもん持ってきたのに、おしゃれなもん持ってきたのに、なんか俺も株ブーム侵食されとるじゃないかお前。ありがとう、よかった。よし、じゃあ上で行くわ。とりあえず虫処理ですね。キノコ取ってですね。もう鬱陶しいぐらいにポポポポーンって音が鳴っておりますね。ポポポーンって AC の CM じゃないんやけど、ポポポポーンじゃないんやけど、お前。乾いた水をやります。で、これはもう乾いただろですよね。で、水を与えて、でだ、植えていこう。あー、結構あるな、こう見たら。まあ、俺の株だろうとなんだろうと、俺のもんは俺のもんやけど、真ん中に置くお前と、ももちゃんが持ってきた百日草、これはもうももちゃんが育った時にももちゃんが食べやすいようにここに植えときますね。で、種をまくで、もう一つ百日草、あ、キムニー、これもキムニーが正面で見やすいところに置いてあげるからね。お、ありがとうな。先生、お前いいやつだな。でもヒポポラブスは譲らないからな。はいはい。じゃあ、あとどうしようかな。ちょっとファン、このファンのゲージってここまで貯めんかったらあかんのかなって思うけど、多分真ん中あたりまで貯めたらなんかプリン召喚みたいな勧誘になんか影響してくるんかな。もうちょっとここまで3分の1ぐらいまで溜まったけん、ここで勧誘活動してもそれなりに効果あるんかな。やってみよう。あ、来たー、部員1人獲得した。十分やろ、 6! やった、スタミナ6になった。誰だ、6人目誰だ。おい、ちょっと気になる。どうした、ももちゃん泣いて。嬉しいだろ、俺が植えた株ぞお前、感謝してくれよお前。うん、ももちゃん多分かわいとるわ、かわいとるわ。ポピーか、ポピーじゃん。ももちゃんが食べる分のもポピーで、俺が持ってきた多分これもももちゃんが食べる予定になるだろう株。あげすぎたかな、そんなことないか。植えて1日経ったやつは大体水あげなあかん感じ。あ、これ男の子がおるときにこれやらなあかんやつだろ。ももちゃんか、今ちょっと今これ対処できんな。とりあえず乾いとるやつに水与えて、道具で回復しとこう。今埴輪あったけどさ、埴輪と土器かな。ミネルデームが持ってきた土器あるんやけど、これ何使うん、これよ、用途がわからない。ならばくれ、いや、お前が持ってきたやろ。ならばくれてなくて、お前が持ってきたやん。お前が私によこしてきて、その後使わないから、じゃあくれって、なんだお前。どういう流通の仕方してんだお前は。返した。何だった、何のためのアイテムか分からんけど、お前を返したね。結局返しちゃったよ。友達を呼ぼう。俺呼ぶぞ、お前、俺。これで読んだら、このももちゃんと入れ替わってくれたら、これ処理できるんやけどな。この前のラフレッシュはやばかったな。やっぱりぶつけ本番というのは良くない。ちゃんと計画して撮影しないと。そうだろう、お前。やっぱどんな動画が伸びるとかそういうのも計算してやってるからな、俺は。うん。ゆえ、どういうゲームか今ちょっと注目度浴びとるからなって、もう実は俺考えとるからな。それじゃあ次は何にする？やっぱりインパクトは隠せないよな。マンドラゴラとかパックフラワーとかいいんじゃないかな。パックフラワーは現実にないし。これゲーム寄りの脳やな、ゲームのやな、俺も。ファンタジーの中の話？一応少しはファンタジー要素が入ってるけど、そういうゲームじゃないから。メタ発言かよ。それじゃあ、おいバラとかは？それも難しい。じゃあ、何ができるんだよ。
お前は何ができるんだ。食虫植物の毛線ゴキとかいいんじゃないかな。実物はこちらになります。なんか触手プレイをしているような感じに見える。チョイスが渋くない？せめてそこは吐いとりそうで。っていうか今どっから出した？ポッケに入れてる。あれ、ドラえもん的なやつなんじゃ。タタタタタタ。あ、入れ替わらんのじゃ。やばい、こいつの処理はできない。こいつの処理はできないよ。やばいよ、やばいよ、やばいよ。どうすればいいこれ。ハニワ、ハニワやってくれ、頑張ってくれハニワ。あ、またお前できた。おい、そのまま帰らずに、そのまま帰らずにももちゃんの心の位置交代してくれ。でこれを処理してくれ。あー、ももちゃんが居座ってる。ももちゃんが自分の植えたポピーを眺めている。まだ育てないかな。早く食べたいな。くそ、ポピーか。お前が見てるのはポピーだけか。どうしようかな。どうしようかな。ここはよっしゃ、踊れ。お前ら踊れ、踊り散らかせ。うわー、出てきたか虫。あー、よっしゃ、まだこいつ解放されたかったわ。俺がおるうちにこれ勝利しとかな。よし、ハニマだけいたわ。で、虫処理、キノコを取って、虫処理、虫処理。あれ？わ、火弾レベルアップした。よっしゃ、火弾レベルいいじゃん。多分、確か E とかランクがあったら E 植物が育ちやすくなるとか言ったっけな。あー、まあ、とりあえず水与えよう。乾いとるやつ。よし、100日草。ポピー乾いとる。このポピーは絶対育ててあげんかったらな。ももちゃんのためにも。ももちゃんがポピー楽しみにしとるんよ。あ、ポピーここにもあったか。そうかそうか。こんなところに置いとったな。乾いとるやつは基本的に水は乾燥。め、あかんで、あかんで。乾燥し、乾燥、そこまでいってんの？これもう一回ぐらい水与えんかったら、もうちょいもっと水与えんかったらちょっとやばいんじゃない？よくない感じ。よくない感じがする。あ、これもか。よし。でだ、どうしようかな。収集活動。株！人気の株！金魚草、金魚草。そんなんあるんだよ。あ、ちょうど3つやけん、これ植えとこうよ。ちょうど3つってのがちょうどいいな。で、これまだ普通の状態やけど、これは水与えんでもいい。これあ、回復のやつがなくなった。紫と灰色がダメで、確かムジナだけが回復するやつじゃなかったっけなって俺は思うよね。よし。で、ここに来て、勧誘活動でもうちょいスタミナ上げたいなって思うんで、スタミナを上げるんがちょっと、早めにスタミナ上げといた方がいいな気がするけんな。勧誘活動。1名ごっそり減ったな、スタミナ。で、その、減った分を無人だけでまた回復する。あら、6までしか回復せんの ?5 か。回復量にもちょっと、数値があるんかな。出た。次。ちょっとイベントも見たいんで、俺を呼ぶぞお前。ここにおるけど呼ぶぞお前。ここにおるのに呼ぶってどういうことだ。前回の計画通り、私たちは実況の撮影をしていた。さあ、今日も園芸実況を始めていきたいと思います。今日の植物は何ですか、ヒプトモスさん。今日はハエトリスを紹介したいと思います。前回言おったやつ。ハエトリソウは北アメリカ原産の食虫植物です。歯を素早く閉じて獲物を捕食する姿が有名な植物です。こうちょっとマニアックな植物を並べてくるんやけど、けどさ、普通なかなか見かけんようなやつをこういう紹介してもらえるのがさ、なかなか需要あるんじゃないかな。普段見んけんな。
さながらパックンフラワーやね。ゲームでたどりできた。緑の品種、赤の品種、緑と赤の両方の色素を持った品種があって、珍品はマニアの中では高値で取引されています。安いものだとホームセンターで見かけることがありますね。夏を過ぎると割引になってたりします。配当輸送の実物はこちらになります。あ、そうか、こんなやつだったな、配当輸送って。ねえ、なんでいつもすぐ実物出せる？ポッケに入れてるん？パッパラパッ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 パー、ハエドリソー。引くわ。こんなドラえもんおったら引くわ。こんなドラえもんは嫌だっていうネタで出てくるよ。こうして触ると歯が開閉しますが、面白がって何度もやると変えてしまうので、育成の際は触らないように気をつけましょう。自分もやっとるやないかーい。なんだこのヒゲダンシャルみたいな言い方。自分もやっとるやないかーい。カチンって。育成は意外と簡単なので、視聴者の皆さんもぜひ育ててみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。七かなですごい七かなですごい無難にっていうかさ、きっちり収めてきてるわ。視聴者さんも育ててくださいっていうさ、ベッタな終わり方、ベッタやけど安定な終わり方したな、お前。いいな、お前。いいぞ、いいぞ、お前。慣れてきた。パート2にして、第2回にって慣れてきたぞ、お前ら。はい、オッケー。だいぶ慣れてきたかも。いいぞ、お前。素質あるぞ、実況の。よかったなぁ。よっしゃぁ。そりゃ好感度上がるわ。俺の好感度はガチ上がりじゃん、お前。昨日バリバリ開けたけん、この辺の水の乾きぐらいはいけるか、うん、よっしゃ、俺のイベントをバリバリ見るぞ、お前。俺のイベントバリバリ見るぞ、お前。今日の日は俺の実況動画を見ろ。見てる方がここにいるでしょう。まだこのやりとりで、お前、お前らラブラブだな、お前。もうこのままラブラブになって結婚しちまえよ。もう結婚式にキム兄呼んでグググっていう顔を見てさ、北西だろう、お前。どんどん仲良くなるからね。この二人だけどんどん部内でどんどん仲良くなるからね、お前。近寄れねえって思う、周りが思うよぐらいに仲良くしてるからな。またやってる。このやりとりまたやってる。好きじゃな、お前ら。愛してやってるな、お前。多分これが二人の愛し合ってるっていうね、意思表明なんだろうな。だから意思表明もう一回見せて。きたー、愛し合っております、愛し合っております。もう無邪だけでドーピングしてまで見るぞ、お前。その愛し合っている求愛行動見るからな、お前。いいですね。そうだ、人気集めだ。踊り合わせ。あ、イベント来た。そろそろ船長を呼ぼう。おう、ミドルネーム呼ぶん。そうだね、七井くん。何？一緒に踊ろう。嫌だよ、なんで俺は踊らなくちゃいけないのさ。校舎から丸見えじゃん。部の人気集めのためにぜひお願い。前あんなに言おったで。演芸部だから部のために、日がなんとか神に祈るみたいな感じで言おったじゃないか、お前。部のためだったら踊れよ、お前も。まあお前は別に水着にならんでいいからな。お前の肌なかんか、誰が見たいもんか、お前。番長木村じゃダメなのか。ゆくゆくは木村くんも一緒に踊ってもらおうと思ってるよ。露骨に反応してるよ、お前。木村君には私が手取り足取り教えてあげるから心配しなくて大丈夫だよ。わ、それ別の心配がある。木村君ちょっと、木村君真っ赤になって顔真っ赤になってすごい恥ずかしそうになる。そういうキム兄を見たらなんか吐き気がする。もし私が部長命令っていたらどうする？来た、部長命令来ました。とうとうビフォードボーナスが自分から部長命令って言葉を使い始めたぞ、お前。ほほう、俺に命令するとはいい度胸だと思うけど。そっか。
腹黒怖い表情に一瞬立ち退いたけど、ここで引っ下がったら終わりなので気づいてないふりをした。でもまあ俺がエンゲームに所属してるのは事実だし、付き合ってあってもいいよ。本当？ありがとう。でも七井くんのことはまだ見習いとしか思ってないからね。嘘。ガーッ。こいつ未だに私のことを舐めてやがる。どうした？休み時間、職員室に呼ばれた。大事な話が合うと聞いたんだけれど、一体何の話だよ。あ、そっか。活動が認められて部費がアップするんだ。やったー。休み時間中呼んで悪かった。休み時間中呼んで悪かったな。エアゲームについての連絡がある。先生、なんでそんなにちょっと若干笑い気味に喋るんですか。はい、なんでしょう。部員集めも着々とできてるようだね。今日何枚か部員入部届を受け取って嬉しく思ったよ。期待してるかな。ありがとうございます。ところで、部員の黒川から聞いたんだけど、スクライには花壇を花でいっぱいにしたいという目的があるらしいな。はい、そうですね。今はあまり賑やかではない花壇ですが、花でいっぱいにしたいと思ってます。2年前のような。先生も見たぞ。卒業生が埋めていた球根が皮肉がぐらい綺麗にされたな。埋めていた本人たちはどんなに綺麗に先ほどだったか知らないって言うのに、あいつらにもあの景色を見せてやりやがったよ。俺はちまうよな。どこが笑う話があったんだ。先生はそう言うと残念そうにため息をついた。え、マジで残念そうだったの今残念そうでした。ちょっと笑ってましたよね。ちょっと笑い気味に話してましたよね先生。そういうところ先生のダメなところですよ。当時のエンゲブロコモは僕だったんだ。そうだったんですか。はーい、これ今年に入って一番どうでもいい話です。だから私がエンゲブを立ち上げたいと言った時に嬉しそうな顔したのか。それにしても当時の状況を知る人が現れるなんて心強い。ということで、エンゲームの顧問は今回も僕になったよ。以後よろしくな。な。メンゴメンゴ。桜井エンゲーム部長、エンゲーム部長。ありがとうございます。先生が顧問になってくれるなんてとっても心強いです。でもちょっと、なんか喋り方が腹立ちます。私が信頼しているのは、なんて読むんですか？何先生なんですか？もう呼び方がわからないので小笑い先生で呼びます。なんか軽く笑ってるから小笑い先生で呼びます。勝手になんて呼ぶかわからないで小笑い先生で呼びます。勝手にそんなに照れることを言うなよと先生を笑うと、私は頭を撫でた。うわ、セクハラですよ先生。今私がセクハラって PT に訴えましたら、先生もういや先生やめなくちゃいけませんよ。でも私が先生を信頼しているのは事実だ。小笑い先生は少し変わった先生だけど、生徒のことを誰よりも考えてくれる先生だと思ってる。でも最近夜な夜な学校に忍び込んで学校の教室で筋トレしているという噂があるけど本当だろうか。そして暇があれば生物のことをたくさん教えてくれるから大好きなのだ。これは連絡その1だ。常に連絡その2。はい、ちょっと待って、これいいニュースと悪いニュースがあるでさ、いいニュースの方から聞いた話じゃないだろうな、お前。おい、その、いきなり、あれもう一つあるのっていう話の時は、だいたいさ、前がいい話した時は、後が悪い話っていうことが、ちょっと俺の中の常識。どうなんだろう。部員の関与について助言させてもらう。現状を見てると、お前らだけで、あの花壇全体の世話をするのは無理だと思う。少人数で仕事をすると、水をやっただけで日が暮れちまうだろ。だから、もっと部員が必要だ。部員の目標は20名というところだろうか。そこまで集められたら上出来だと思う。部員数が上がるとこなせる仕事が増えるから、花壇全体の世話をできると思う。そうですね。現状では花を数本育てることによってきますが、全体を世話するというのは難しいものがあります。大変だと思うけど、
頑張れよ。たまに様子を見るからな。うん、2ヶ月に1回ぐらい。少ないっすね先生、少ないっすね。そう言って先生は私の頭を撫でた。はい、セクロハラです。はい、私の頭に先生の指紋つきました。その指紋検出したらもう先生、もう先生じゃなくなります。ただ笑ってるだけのおっさんになります。あ、メンバー入るの、成績でメンバー入るの、これ友達を呼ぶアクションで、そう、それで行って、友達扱いしてる。ヒップボーズ、小物センス、友達扱いしてる。呼ぶよ。そんなこと言うたら呼ぶよ。あ、意外とイケメン。イケメンやけど、なんか、ナナコの髪の色。ナナコの髪の色、ちょっと。怪しいプンプンが匂いはするわ。怪しい匂いがプンプンするわ、お前は。わあ、なんかうさくさ。なんかちょっとうさくさ。この保険の先生かなと思わせといて、このサングラスうさくさ。調子はどうだ。相変わらずです。でも部員が増えたおかげでいろいろなことができて助かってます。先生の助言通りですね。そうだね。ゲームが整えるなら部員の数は行動力、人が助けてくれるか、一人やるかは行動できる回数が変わってくるからね。みんなに感謝しないとですね。そうだそうだ。私も感謝しなさいよ。私が部費を出してるんだよ。感謝してよ。そのせいで先生の今月の小遣いあと50円よ。マジっすか先生。じゃあその50円をくださいよ。クラムで取れたキノコでシチューを作ってくれないか。シチュー大好物なんだよね。先生は何も手伝ってくれないでしょ。その通りなんだよな。逆にさ、収集活動ちゃうな、部員招集で先生出てくる。部員じゃないんだ、あの人。あ、こもで部員には含まれないんだ。なんだ、収集してくれんのか。使えねえな。